赤松小ら赤松小ら4月3日から1944年4月25日は日本の内務警察官僚感染府県知事東京府出身本籍静岡県旧爆心海軍中将赤松時長の逸夫として生まれる学習院中等学科同高等学科を経て1915年2月 京都帝国大学法科大学政治学科を卒業。同年10月、文官高等試験行政科試験に合格。1916年2月、内務省に入り、長崎県工場監督官補として警察部、保安課勤務となる。1917年10月、長崎県属として内務部地方課勤務に転じた。以後、同地方課長を心得、長崎県理事官。 三重県農商課長、山梨県理事官、内務省社会局事務官、工場監督官などを歴任。1924年12月、福井県書記館、警察部長に就任。以後、山口県書記館、警察部長、道県内務部長、長崎県内務部長などを歴任。1931年12月、高知県知事に就任。1932年3月、 内務省社会局労働部長に転じ1937年2月土木局長となる。同年11月福岡県知事に発令された。1939年4月京都府知事となる。1940年4月に京都府知事を自主体感した。その他、ジュネーブで開催された1923年の 第5回国際労働総会と1924年の第6回総会には政府代表委員随委員として1933年の第17回国際労働総会と1935年の第18回総会には政府代表委員として参加した。ありがとうございます。